の小部屋へようこそ。今日はごゆっくりしてってくださいね。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより片思いがいい。眩しすぎる君なんだ。どれだけ好きでも無理さ。ベイビーネガティブなめくじ疲れてないんじゃないかな。ベイビーなよなよなめくじ自分に自信ない。ワルルンだったんです。
くいてごめんなさい。今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートをつってみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの悪ぐん。好きな人は手を挙げてください。 ありがとうございます。髪をかき上げながら試すように反応を見るわ。悪ぐん小部屋へようこそ。じゃーん。あれ、はーい、ミルさん。わー、どうぞ。そうそう、どうぞどうぞお座りくださいませ。どうぞ皆さん、待ってたよ。あー、今日はね、お願いします。私の仲良しで大大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 大好きなお二人を呼びました。ありがとうございます。じゃあちょっとね、17ライブもね、今日来てくださって皆さんもね、はい、自己紹介してもろて、はい、もろて劇場用よ、ちゃんと劇場用してよ。ドキドキお願いします。させてもろて、はい、お願いします。はい、そこの君君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 君、ありがとうございます。うかうかしとったらうかにうっかりハート奪われんで覚悟しときや。ありがとうございます。大阪府出身23歳のうーかこと加藤優香です。よろしくお願いします。うーか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 どうぞ。はい、みなさん、ゆいななみりんすへようこそ。迷い込んだら出口はないけど文句はゆいな。ありがとうございます。奈良県出身、20歳のゆいなこと出口ゆいなです。よろしくお願いします。ゆいな出口ちゃん、デグちゃん、デグちゃんです。ノリノリ。いやー、もうちょうどずっと緊張してるからさ、二人来てすごく心がふーってなった。いやでも私たちね、17ライブで見てたんですよ。そうなんです。ここまでのライブ、はい、どうでした？え、もうほんまに最高すぎて、うん、かっこいいところからもう可愛いのも見れて、うん、しかも無料なんですよ、17ライブ。びっくりしましたほんまに。ほんまにめっちゃ画質良かったで。あ、そうなんや。めっちゃ良かったです。すごかった。すごい。そう、だからね、楽しませていただいてました。ありがとうございます。しっかりみるみるしてくださってたんですね。いや、みるみるしてました、はい、もうギリギリの端の10秒前ぐらいまでしてました、こうやって、うん、猫見るにゃん見てました、はい、ありがとう。にゃんにゃんしてたでしょ。してました、可愛かった、うん、ソロのしだれ柳もめっちゃ良かった。本当、うん、見れて嬉しかったです。なんかね、皆さんそうですよね。
ありがとうございます。なんか声が出せないからね。ねえ、そうなんです、うん、もうねえでも皆さんのね、もうやあったかい目がね、めっちゃね支えられてて本当にありがとうございます。ほんまにここに来て感じますね。大好き。もう一人ずつにハグしてチューしたいです。してあげ て, あげてめっちゃ喜ぶと思います皆さん、はい、でも楽屋ではこんなんですけどめちゃめちゃ緊張しましたからね。ミルさん言わんといてよ、出口ちゃん。もうご飯まだ飲み込んでないのに口に入れたまま放心状態でそう動かへんかったもんな。もう無理緊張するってずっと言ってたから、ね、始まったら ねもう顔色バッて変わってさすがだなって思います。ありがとう。よいしょよいしょよいしょ、よいしょ持ち上げとこじゃあちょっと今から私着替えてきますので、この時間はお二人にお任せしました。お願いします。大丈夫ですか。頑張って。あ、バイバイ。いってらっしゃい。行ってきます。可愛かったねえ。主役がいなくなりましたけども、ね、よろしくお願いします。ちょっと私、いいもの見つけちゃいました。何ですか。ちょっと撮っていいですか。こんなところに、はい、おなんと皆さん、なんだそれは。ミルさんのお写真集があります。なんだって。すごいいいですね。こんな何本あってもいいですからね。そうです ね, もうね7月7日に発売された2冊目の写真集、はい、リボンがですねあるんですけど、皆さんゲットしましたか。おさすが。さすがですね。まあ、ちょっと私たちもね、中身ちょっと見たいなって、いいんですか、思うんですけど、見させてもらいますけどもね。でも本番前もあの3人で、あ、違う、2人で見てたんですよね。そうなんですね。もうなかなか見終わらなくて、メイク時間に間に合わへんっていうめっちゃ焦りましたよね、はい、メイクさんにちょっと怒られそうになりましたけど。でもなんかミルちゃんが言ってましたよね、裏話みたいな。そうなんです。なんか、ね、あの一つ、一枚だけ虫がついてる写真があるんですって、足らへんに ねもうそれをぜひ皆さんに見つけてもらいたいって言ってて、見つけた方いらっしゃいますか。反対いますか。え、本当ですか。すごい。もう本当に見つからない、1枚だけしかないんですよ、しかもね。ちょっとここら辺なんですけど、もうそれもね、このやっぱ自然豊かやからすごい虫が多くて、今までの撮影で一番体張ったって言ってました、ね、寒かったし、虫も多かったし、ね、でもすごいそのおかげでね、もうミルちゃんが頑張ってくれたおかげで私たちはもう満足でございます。楽しませてもらって本当にね、素敵な写真集です。皆さん中身ちょっと見たいですよね。え、そんないいんですか。これ17ライブで無料で配信されてるんですよそういいんですか。そう、今回は特別に写真集の中身を用意しました。やったーイエーイ。いいですか。いいです。まだね、買ってない方らめっちゃラッキーやん。そうなんです。だって皆さん見たいですもんね。イエーイ。見たい見たい、そんなん。それではまずこの写真を皆さんに見ていただきたいと思います。ありがとうございます。1枚目はこちらです。いやー、ちょっと待ってよ。ちょっとかわいい。これもうほんまに好き、この写真。いや、わかります、ね、なんかもう素のミルさんって感じですよね、やっぱり。そう、もういろんな笑顔の中でも、ミルちゃんのね、大爆笑した。そう、かわいい。いや、もうここまで足していいんですかっていう ね見ちゃっていいんですかっていう。だってあの布さ、テーブルクロスみたいにさ、こうシュッてやったらさ、もう全部ピュッてあーってなっちゃうんですよね。いやーってなっちゃうし、さっきまでここでさ、服を身にまとってたミルちゃんのこんな姿を見て、この後皆さんどんな気持ちで大丈夫ですかライブ見るんですかもう話出してないですか皆さん。ねえ、ティッシュ持ってますよ。まあでもね、気をつけて。これだけじゃないんです、実は。ちょっと待って、そんないいのほんまに、はい、これだけでも結構なね。えこれだけじゃないんです、刺激的な写真ですよ。もっといい写真があるんです。ありがとうございます。皆さんの気持ちを代弁してありがとうございます、はい、皆さんに見ていただきたい、その気持ちを込めて用意しました。お、続いての写真はこちらです。やあ、ちょっと待って見たか。ちょっと子供いないですか。大丈夫、目隠し大丈夫。ちっちゃい子いないですか大丈夫かな。大丈夫ですか、ほんまに。皆さん直視できてますか。ちょっとこれはセクシーすぎるでしょ。こんな大画面で拝んでいいの本当にほんまや、こんな大
で素晴らしい。いやでも絵になりますね、これは。思わず立っちゃいましたけども、ね、いやなんといってもね、うんうん、まあこれもそうですけど、これもって、ね、これもそうですけどこちらも ね、はい、腹筋美しすぎませんか、ね、本当にね、もう憧れのスタイルですよね、こんな、ね、余分なものないよな。いや本当にそう、ね、みるちゃん普段からやっぱ鍛えてるから、うん、すごくヘルシーで鍛えられた体がね、うん、堪能できますよね、うん、この写真集は。いや間違いないです。いやでもね、綺麗やし可愛いしな、うん、ライブかっこいいしな、ね、本当に最高です。見るね本当に ね、皆さん思いますよね、うん、ね優しい。ありがとうございます。まあでもね、この、うん、今回はこの2枚だけだったんですけど、はい、もう十分ですよ。もっとね、うん、この写真集の中にはたくさんの、うん、ここまで見せちゃっていいのとか、うわ、かわいい、かっこいい写真が詰まっていますので、うん、あのね、本日ここの、あの、全部さんにも、あの、販売しておりますので、皆さん、お帰りの際に手に取っていただけたら嬉しいなと思います。ぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、私たちはもうしっかり写真集のお話もしたので、はい、いきますか、はい、はい、帰らせていただきます。皆さんこの後もたくさん楽しんでいてください。それでは次はこちらをご覧ください。どうぞ。